皆さんこんにちは、今日はですね自宅にいるんですけれども、東京からパリにお客様がやってきてくれました。あ、ちょうど来ました。はーい、はーい、どうも、はい、ボンジュー、ボンジュー、ボンジュー、どうぞどうぞ、お邪魔します。ボンジュー、戸田さんです。ボンジュー、ボンソワ、いろいろ、いやついに、はい、ついにやってきてくれました。でも一個意外と合ってるんよ。そう、意外と帰ってるぶりに、そうなの、うん、あんちゃんが、まあ、日本に帰ってきた時は大抵必ず会うから、そうですね。で、子供たちのお祝いにも、うん、お祝い来てくださった。そんなに会ってないわけじゃない。で、連絡もすごい、あの、そう、密にしてるから毎日連絡もらってるからね。毎日写真を、そう、送ってるぐらいなので、だからそんなに他の人より全然会ってます。一番会ってるかもしれない。今日はあのちょうど帰る日の朝、最終日の朝です、なんですけども、一緒にクリスマスを過ごしたりとか、うんうん、滞在何泊ですかね。5泊、あっという間でした。あっという間でした。素晴らしい5泊でございました、はいはい、今日はそんな滞在どんなだったかを皆様にお伝えして、うん、旅の様子をお届けしたいと思います。ちょっとね、写真なんかも、うん、振り返ったりしつつみたいな。いっぱい撮りました、はい、あっという間でした。パリに来るのはもう30何年ぶりなので、うん、だからもうほとんど初めてと言っていい感じなんだけれども、うん、だからもう早くにパリに来るって決めた時にあんちゃんにはたくさん劇場を巡ってお芝居とかダンスとか見たいからってお願いしといたのを、うん、で、あんちゃんが着いた日は見ますか？そう、夕方の便で着いて、まあ、大体の人は休むけど、見ないんだけど、戸田さん、まあ、ここも隙間はあるんですが、うん、どうされますかと、うん、見ますかって、見ますよって言って、すごい、タフ。いやいや、着いた日ももったいないから見ました。まずだから初日着いた日は夜ムーランルージュ、憧れのムーランルージュに行きました。フレンチカンカン、はい、か、あの本場のね、そう、こんな感じだったり、うん、これが、パンフレットパンフレットですね、うん、素晴らしかったです。はい、ムーランルージュ初日見ました。2日目も朝からすごいですよ。ルーブル美術館、そう、ルーブル美術館行ったの。行きました。初めて行きました。でルーブルではもう絵をもうどれか見るのが大変で、うもうここぞっていうやつだけ押さえて、あとはもうなんか早送りのように歩いて、それでも回りきれなかった。あのノート可愛かったので、これを買いました。可愛いです、はい、そこも行きましたよね。あのランチ行きました。あの1回はいいところ行きましょうみたいな感じで、あの一つ星の日本人のシェフがやってらっしゃる創作、創作じゃないな、なんかちょっとモダンなフレンチなのかな、うん、これもバターが可愛かった。なんかバターがクマの形してて、うん、美味しかった。綺麗だしね。そう、あと店内に竹内まりやさんの曲とか、小田和正さんの曲をかけてくださったのかな。すごい不思議な空間で、うん、あ、その日はね、夜ね、劇場に行ってるからね。あ、うん、みんなで。そうだそうだそうだ、ボンマルシェ、あのボンマルシェっていう、老舗デパートなんですけれども、うん、あのそこが170周年を迎えたっていうことで、うん、その記念でボンマルシェの営業が終わった後のデパートの店内を使って、そうなのよ、びっくり。お芝居をやる。大丈夫なのっていうね。ちょっと面白かったの、こんなマスクつけて。そうそう、これがみんなにもらったマスク。これをつけて、これをつけて歩いてくださいっていう。こんなのをつけて巡りました。そう、あらゆるところでちっちゃいお芝居をいろんな人がやっていて、 それが多分見ていくといろんなストーリーが分かっていくけど、うん、いやさっぱり分かんない。あんちゃんで分かんないなら、つうかもう全然分かんない。次がいよいよイブかな、イブかな、うん、クリスマスイブで
イブの日は私は特に何か見に行ったりはしなかったんですけど、凱旋門凱旋門行った、そうですね、見ました、うん、子供たちも一緒に行って、うん、私はまあ、何度もパリに以前から訪れてて、うん、まあ、今住んでもいるんですけど、エッフェル塔と凱旋門全く登ったことがなかったし、うん、まあ、これを機にみんなで行こうって言って、うん、螺旋階段をひたすら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 、あんちゃんすごいなと思ったのは、子供たちとあんちゃんはノンストップで上がっていったんですよ。いや、体が軽いから彼らがなんかピョンピョンいっちゃうんですよね。だけどあんちゃん着いたら椅子に座ってたけど、でも上に行くまではノンストップで行ったから、私はね2回ぐらい途中で休みました。やっぱタフっていうか体力あるなと思って、でも心を無にしていつかを着くって思いながら、で上まで上がって、うん、でエッフェル塔見えたりとか、うん、その街がね、登ってみる価値はあるなと思ったなかなか登らないもんね。で、その後にうちでこうちゃんがケーキ焼いてくれてたりとかして、素晴らしいんですよ、ね、で私が、料理を担当したのはローストビーフと、あとパテドカンパーニュで、あと、ね、エイユー君、マリコちゃんとかも来て、はい、そうちゃんも来て、すごい料理が、うん、すごいこう、ね、エイユー君とかピクルス作ってくれたりとか、あと人参ラペみたいなやつとかめちゃくちゃ美味しかった、うん、でカラフルなんですよ、こっちの野菜こんなのあるんだみたいな、うん、そうね、あとテーブルのセットがまず、ね、うん、本当に可愛くて素敵だったの、良かったですね、テーブルクロスからなんかピンクすごい可愛かった。で、ケーキもね、みんな買ってきてくれたから6種類ぐらい並んで、うん、みんなでこういろんなお店の美味しい味をちょっとずつ、ちょっとずつ分け、贅沢、本当に贅沢、でも健康的な感じでしたね、もう夕方から始まって、そう、なんかクリスマスイブをみんなで過ごして、誕生日プレゼントもみんなやって、プレゼントとかそうそう、誕生日お誕生日です、はい、1人30ユーロう、うん、決めて、そう、用意して用意して、みんなでそれで交換、なんか当たった人のやつもらって、エンユー君当たりました。あれひーちゃんのかな、ね、ろうそくが当たって可愛かった。ひーちゃんは私の。あ、さすがね。ひーちゃんは戸田さんが日本から買ってきたお寿司の靴下。そうそう、さすが可愛かった。スリッパみたいなやつ。あ、スリッパか。うん、あ、大人になってやるの楽しいね。うん、大人めったしないから本当にそんなこと。ちょっと楽しかった。うん、みんな楽しそうだね。ワクワク。あれナイスアイディアだ。25日クリスマスの朝、まあ、朝はもうみんなゆっくりしてましたね、うん、でうちも子供たちがサンタさん来たって言って開けたんだね、プレゼント開けたりとかして、あ、それでその後さらにオペラ座に行ったんですよ、ひーちゃんとオペラ座、その後もうてかもう戸田さんのこのスケジュールがすごい、そうかしらね、いやすごい、いや全然、まあ、だからなんかもう趣味なんだよね、好きだから全然苦にならない、うん、休みだから、うん、そうそう、働かないって素敵オペラ座が本当に素敵な劇場で、まあ、歴史を感じるのは当然なんだけれども、うんうんうん、私はオペラ座、あそこに怪人は本当に住んでるんじゃないかって思うぐらいなんか息をしてる感じがした、劇場に入ったらね、ちょっと、ね、本当にドゾドゾってするぐらいオペラ座って感じ、それで天井とか、そう、シャガールの絵が装飾がすごいですよね、やっぱり、うん、そう、本当に静かにしてました、あ、あんちゃんがお弁当作ってくれたので、そのお弁当を持ってホテルに帰りました、帰りにピックアップしていってくれたりすごい近くのホテルにね、なんかそう、そのお弁当をホテルで食べに、もうすぐ出ました戸田さん26って何ですか、あ、お買い物ツアー、お買い物した、うん、ひーちゃんとそう、うん、でデパートにも行ったし、うん、マルシェもいっぱい歩いたけど、うんうん、ディスプレイが本当にかわいいから飽きないんだよね、それでデパートの その果物とかそういうの売ってるところももう、うん、いや可愛くディスプレイしてあるから、あんな風にしてたらちょっと誰か触ったりとかこう崩れないかなとかってそういうことは考えてないんだよね、夜はね一緒にバレエを、バレエを見ました、あんちゃんと二人で行くてか歩いて、最初くるみ割り人形の予定だったんだけど、チケットと
って、くるみ割り人形でなくなりましたって言われて、で私が何割り人形になったのかしらと思って何割り人形になったのかそしたらなんか出し物が全然変わりますって言って、そんなことあるんだと古典名作のジゼル、ジゼルを見てね。で私たちあの早め早めにチケットを押さえたから、なんと前から2番目の舞台も2から3まで、いや、よかったね。この筋肉の筋とか筋肉の塊、みんないやー、綺麗な体と ここプルプルしてる人は一人もいなかったよ。すごい顔もシュッてしてて、後ろの肩甲骨がもう羽が、肩甲骨が美しかった、ね、帰り、あのあんちゃんに教えてもらったあの有名なホテル、赤いあれが出てプラザアテネを通って帰ってきて、5つ星なんでしょ。いつかあんなとこに泊まりたいな。美しかったです、ね、綺麗だった、本当に美しかった、うん、とにかく街が美しい。歩いてるだけで、歩いてるだけでしますよね、本当幸せ。だからどこまででも歩けるんじゃないかと。昨日何歩歩いたのか知らないので、結構毎日1万歩以上歩いてるんですよ、うん、なんだかんだやっぱり歩きます、ね、あの途中散策してる時に、うん、あの買った土のおじさんの、うん、エッフェルというこんなちょっとポストカードみたいなのを買いました。なんて書いてあるか、大切なものはなんか見えないみたいなこと書いてあるじゃない。大切なものは目に見えない、目に見えないね。有名なそれを選んできました。なんとなくそう書いてあるんじゃないか。これはあれですか、お家に飾ったりする、それとも誰かに送る、誰かに送るか、ちょっと記念に飾っておこうかな。可愛いですよね。昨日はそれで夜合流したんでしたっけ。夜、そう、夜またお家で合流してご飯食べて、食べて、昨日はね、日本食をごちそうになりました。日本食、肉じゃがなど、そう、ちょっと恋しいなっていう頃にナイスタイミングで、本当に肉じゃがと山芋のバターソテーとか、そう、納豆もいっぱい、ほうれん草のごまあえと納豆とか、もうちょうど食べたい頃になんかラストナイトだけど、でも結構買い物とか行ってちょっとその、ね、サンドイッチとか食べて外食も続いてたから、そろそろ日本食か。いや、早かった。寂しい。帰ってもう5日間ぐらい入れるといいかな。でも全然まだまだいろいろ、あとなんかこうね、もうちょっとこう違う場所行ってみたり。ね、楽しかった。また働いて、頑張って、ね、楽しい。また来れたらいいなって。うん、また、うん、東京でも、フランスでも、ご一緒します。はい、ぜひ。ありがとうございました。というわけで、はい、戸田さんパリ滞在記でした。